ザッ。さあ、ひとしちゃん、はい、今日はひとちゃんを怒んなきゃいけないんだよ。え、なんでですか。いや、だってさ、はい、俺、天才って何人も見てきたよ、はい、まあ、例えば前田とか、はい、吉野部とか、うん、谷とか、はい、ね、見てきたけど、俺の天才って言われる中の一人が田村ひとしという人間なんだよ。僕ですか。僕天才ですか。いや、お前は天才だと思うよ。そうですかね。でなぜあのさ、40本打つ力があり、はい、3割打つ力があり、ね、足もめちゃくちゃ速かったんだよ、実は走らせたら、まあ、見せなかったですけどね。そうだろ、ここって言った時は走ってくれてたけどさ、はい、なんでトリプルスリーができなかった。なんていうんですかね、あの意欲がないだろ。僕盗塁も、まあ、走ろうと思ったら走れたんですよ。分かってるわ。そこなの。あのサインでやっぱりこう選手ってその監督、まああのまあ、ヘッドコーチが首脳陣の駒だと思ってたんで、だからサインが出たら走ろうと思ったんですよ。自分からこうグリーンライトとかそういうのもありましたけど、そうじゃなくて戦術でここでアウトになったりとかじゃなくて、しっかりこう出された時にすぐにこう準備して、成功していった方がうまくこう、ゲームプランの中にはまっていくんじゃないかと思って、サイン以外は走んなかった。でもさ、はい、トリプルスリーはできたと思うでしょ。多分できたと思います。それがベースになる選手だと思ったでしょ、自分で。まあ、その成績が、まあ、僕もその憧れた選手というのは秋山さんでもあったんで、うん、ああいう、なんですかね、走行手揃った選手というのは憧れたので、いやいや、まあ、自分もそうなれると思ってました。走行手は揃ってたよね、はい、ただ、祖母の方でサボってたよね。サボってはないです。いや、俺絶対サボってるわ。サボってはないです。だってさ、まあ、あの当時もだから、豊さんにも言われましたけど、走れるだろうと言われてましたけど、うん、先ほど言った通り、そのサインが出たら走ろうっていう、そういう考えでした。で、自分のことだけこう考えたら、まあ、アウトになってもいいとかそういうのがあるんだったら、チャレンジはもう塁に出たらもう走ってました。記録だけのことを考えて。でもプロ野球選手をね、はい、数多く見てきたと思うんだよ。で、まあ、1軍も経験し、まあ、2軍からスタートしてね、はい、若い時は、うん、で、まあ、育成まで経験してるわけじゃない、はい、その中でもったいない選手だとか、うん、考え方だとか、うん、変えたらもっと良くなるっていう選手はたくさん見てきたでしょ。あ、まあ、それはありますね。なんかこうきっかけもあるし、あとは相性っていうのもあると思うんですよ、そのコーチ陣とも、うんうん、そこが僕一番大きいかなと思うんですけど。いや、でもさ、入った時にさ、はい、あれだけの足をしててね、うん、俺は多分球団で一番早かった、当時入った時に一番早かったんじゃないかと思うんだよ、はい、そうですね、足は負ける気はしなかった。そうでしょ、はい、その時に一番バッターに育てたくて短く持てとか言われなかった。まあ、ありましたね。あれあった。豊さん最初コーチ何年でしたっけ。2000年。2001年か。2001年でした、うん、あの 森さんって言うんですよね。僕もあの時に、まあ、某コーチからバットを短く持ってかっつけろと、うん、かっつけろって最初何ですかって言ったら叩きつけろって、うん、そういうバッティングをお前はしないと使わないって言われて、うん、そこでちょっとえっていうのはちょっとありましたけどね、うんうん、なんかそのだから考え、自分が思ってたこう理想像と、まあ、試合に出るためには仕方ないですけど、うん、そういう風な、バッティングをしろっていう狭間にあった時期があの時期だったんで。でも悩んだでしょ。悩みましたよ。やっぱ試合に出るんだったら短く持ってって、はい、自分の理想とはかけ離れたことをやらなきゃいけない。はい、そうしないと試合に出れないっていうことでしたから。そこはどういうふうに割り切ったの、はい、その時に僕あのそのコーチに言って、いや僕はそういうバッターにはなりたくないってはっきり言いました、うん、で、そしたらじゃあ今日の試合で結果出してみろって言って3安打打ちました。そしたらもう言われなくなりました。でもさ、はい、やっぱあれだけ長くバットを持ち、はい、で指まで外して、はい、あれ指をグリップから外すっていうのはどういう意図か。僕普通にこう、なんですかね、ノブがこうついててグリップエンドがついてて持ってるとここの手首の可動域が狭くなっちゃうんですよ。なので外すことによってここまでしか動かない手首がここまで動くって。だから最後の最後でリストを効かせるとかそういう部分で外してるんですよ、うん、それはもう横浜で首位打者とか取ってたローズ、うん、ボビーローズからこうやって握れって言って、うん、彼もそう握れたんですよ、うん、そうだね、
だからお前は力があるからそうやって握っても打てるよって言われて、僕ローズと同じバットで、で形も同じにしたんだ、はい、同じにしてローズからもらってたんで、うん、バット、それで指かけて、はい、打ってました。まあ、どれだけ天才かというと、フリーバッティングをやっていて、後ろからレフトにホームラン、ライトにホームラン打て、最後仕上げはセンターだからなって言ったら全部こなすからね。もうそれはもう、もう豊さんがもう後ろでもう若い選手をこう呼んで、でそれでちょっと見とけよ、仁のバッティング、はい、じゃあ、はい、仁、はい、ライト、はい、センター、はい、レフトっていうのをホームラン打たなくちゃいけないんです。そのプレッシャーがどれだけすごかったか。いやいや、でもそれを見事にいつ言ってもやるんだよ。まあそうですね、まあ、若い頃はそれができなかったですけど、そういうふうにボールに何ですか、ね、回転とか角度をつけるっていうのが自分でもどういうふうなスイングをしたらできるかっていうのをちょっとこうつかみかけたんで、まあ、練習でそういうものが打てないと試合でもホームラン狙って打てないっていう考えがあったので、まあ、そういうふうなあの練習方法はプレッシャーありましたけど、今考えて本当良かったと思います。いやでもさ、はい、これだっていうものをつかむ瞬間ってあるじゃない。あそうね、なんかあこうじゃないかな、あやっぱりこうだっていうのがさ、技術的に、うんはい、そのきっかけになったものっていうのは何かあるの？きっかけ、もともと僕ホームランバッターでもなかったので、まあ、入団当時は60キロ台前半のひょろひょろの体でしたし、うんうん、そこで、まあ、まずはこう打球の角度をつける練習っていうのを当時、コーチの竹之内さん、ああ竹野内さんからマンツーマンで2分でこう教えてもらって、真上にこう上げる練習からで遠くに飛ばすっていうのをやったのが基本なんですよ、うん、で、まあ、そこでこう長打がこう生まれるようにはなったんですけど、でも自分ではこう遠くに飛ばせるけど急に飛ぶようになったみたいな感覚だったんですよ、うん、でそれが臨時コーチで落合さんが来て、シンプルに打撃を教えてもらって、こういうふうに対応したらもっと楽に打てるぞっていうのを言われて、まあもう打ち方ってのは僕、まあ、メジャーリーグも好きだし外人好きなんでローズの真似とかして打ってたんですけど、お前じゃあそんな打ち方じゃ何時間も打てないだろ、打てないと思うから、まあ、それでもいいからとりあえずそれで打ってみろって言って、ずっと何時間も打たされるんです。で疲れて疲れて疲れて立った瞬間の自然体がそれだよ、何時間も打ってる、あの後ですよ。でその時にパッて立った時に、あ、なんかすごいこう力が抜けて、でそこから振りに行くときがバットがしなるような感覚があったので、あ、これだっていうのはそこでもう一つ思いましたね、うん、それであの自然体でスッと立つようになったの。そうですね、はい、もうそれが基本ですね。もうそれから力みも取れて。そうですね、なりました。でももう毎試合その前打席、1球1球っていうのはもう微調整はしてました。いや、それもちろんね、まあ、してましたけど、まあ、それが基本になりましたね。疲れた時に初めてリラックスした構えができて、はい、それで打てるようになる、はい、まあ、そこがもう基本になって、そこからだったらもうあのトップの位置とかっていうのもスムーズに入るようになったんで、それがお前の形だよって言われたのかなと思います。それ落合さん。落合さん、あの俺不思議に思ってたのがさ、うん、みんなワックルとかするじゃない。ワックル、まあ、例えばこうやって打つ前にバットをこう、はい、こうなんかこう、はい、ルーティンみたいな形を やるじゃない、はい、ひとしやんなかったもんな。僕そうですね、でも僕ルーティンは一応あって、音デッキからこうバッターボックス入る時に回って2回振って左足から入るっていうのは、それはするようにしました。あ、打席に入る前でしょ。打席に入る前、うん、はい、それ2回振った後に、はい、打席に入って普通こうやったりとかするじゃない。もう打席に入ったらもうずっと構えてたもんな、はい、何にもしなかったもんな、はい、お不思議だなって、あれ何にもしなくていいのかなって、タイミングとかいいのかなって。あとだからこうなんかこう力入っちゃうのが嫌だったんですよ。でもうやる気ないっていうような感じに見せた方がピッチャーもちょっとこう油断するかなっていうのもちょっとありましたけど。あ、そう、はい、もうやる気なく構えていつでもいらっしゃいっていうような感じ。いやでも、はい、俺は逆に、はい、スッと立ってこう構えた瞬間に、はい、あ、もう隙がない、相手から見たら隙がないだろうなっていうふうには見えてたはずだよ。あ、そういうことなんですかね、うん、まあ、自分はだからもういつでもこう最初にこうやっぱピッチャーが投げないと始まらないスポーツなんで、
受け身じゃないですか、バッターって、うん、だから最初にこう仕掛けるためにもう最初にもう自分で形を作って、いつでもいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、いつでもいいよ、どこでも投げていいよっていう風な感覚では待ってましたけどね。でもさ、 B 型？僕 B 型です。だよな、 BB の B です。だよな。なんでですか、なんかあるんですか。いやいや、俺さ、ひとしがね、集中した瞬間、あ、これ打てるなと 思ってたの。分かるのよ。あ、これは例えばゲームが決まったりとか、はい、ある程度もう形勢が決まったりとかすると、はい、うん、あ、これ絶対打たねえなと、とかここ一番って言った時に、はい、あ、こいつ打つなって、全く違うんだよ、オーラが。それ自分でも感じたことない。もう試合が決まって勝っ、まあ、負けたらそんなことはないですけど、大差で勝ってたらもういいと思っちゃいます。そうだよ、はい、そうだよな。僕は打たなくてももうこれはもう勝つから、あのピッチャーにこう何ですかね、リズムよくした方がいいんじゃないかなって考えて打席立っちゃったりです。だって9回先頭バッター同点で打席に立って内野ゴロ打った時なんかは、はい、めちゃくちゃ早かったもんな。相手の野手がびっくりしてたもんな。はい、こんなに早いのみたいな。だからもうそういうんで内野安打っていうのもありましたし、あるよね。だそういう時に、まああのなんですかね、自分でこうそういうのを温めておいて、うん、ここっていう時に出した方がバカ野郎セーフになる確率もあるし、ああ、はい、でもやっぱりこう全部が全部真面目にやるプレイヤーと、うん、やっぱこうメリハリがあるプレイヤーと、でやっぱり必要だよね。もうそうだと思いますね、はい、だからそのピッチャーもそうだと思うんですよ。そのね、1番から9番っていうその力量があるから、うん、まあ、よく、ね、得点圏に行ってからこう球速が上がると、うん、やっぱりこう、ね、3時間半ぐらい、3時間から3時間半ぐらいの9イニングやらないといけないので、うん、その中でもやっぱりこう集中するところ、抜くところっていうのはうまくやってたつもりですよね。代打、うん、はい、使ってもさ、はい、先頭バッターで使うともうやる気ないんだよね。やる気なくなるんですよ。ここ1番って言った時を使ったら絶対打ってたけどな。まああの先頭バッターだったらどうにかこう塁に出ようっていう気持ちではいましたよ。いや、一人で1点取ればいいんだろうみたいな。いやいやいや、そんな感じだったの。そんなことないですよ。もうチームのこと考えてます。いやいや、でもだから僕だからホークス行った時に驚いたのが、やっぱりこう僕横浜の、最後の方は、最後の方っていうか、移籍する前の最後の方40本とか打ってた時ってサイン全く出なかったんで、うん、自分で考えてたんですよ。右打ちとか、うん、まあ、この場面はこう進塁打打った方がいいなとか、自分がこう犠牲になった方がいいなとか考えたら、ホークスに行ったらホームラン狙えって、もう出てなかったらホームラン狙え。ああ、そう、はい、サインが出てなかった。だからみんなあんなに振るの。僕はそうやって言われたので、え、僕つなぎ役とかそういうのやらなくていいんですかって、そこまで考えなくていい、自分の力を出して、それが個々で9人揃って、それがあのチーム力になるから、うん、まずは自分の力を発揮できる一番いい当たりなんだ、ホームランです、じゃあそれを狙え、言われたのちょっと驚きました。ホームラン好きだもんね。ホームラン大好きです。